中日ドラゴンズ、今日の先発、根尾昂。どうなん？楽しみやろ。地域よりこっち見るか。NHKBS で全国放送はいかんでしょ。見どころしかない。どう転んでも楽しい。中日根尾登板させるから好き。中日はエンターテイメントをよく理解してる。中日の話題が多すぎて少し引いてる。なんやこのチーム。一番面白いのが、炎上するけど打撃で結果出すパターン。吉田輝星に初勝利をプレゼントした広島や、根尾にも初勝利あげるかもしれんぞ。防御率は悪くなかった気がするけど、この前炎上してたよな。根尾は2軍のクソ打線で援護もらえず0勝7敗、でも今日は打線が1軍だから安心だね。勝ったら柳はブチギレていい。防御率3点台で1勝もしてないのすごいな、かわいそう。転向2年目にして、2軍では先発でそこそこやってお試し1軍マウンド、明日は炎上するかもしれないけどなかなか順調なんじゃないの。バンテリン足それなりに抑えるやろ。根尾アンダースローとかになってたら一生立浪応援するわ。祝日やしバンドは超満員やな。